きなり変わりましたね、人生180度、もうシューティングはやらなきゃ損ですね、もう男だったら、もう男だったらシューティングですね、お問い合わせはこちらに、ケーズファクトリー、もういきなりモテるようになりますから、もう人生バラ色。入門侍道場、今月はシュートです。シュートとは、パンチ、キック、そして投げ、関節技、締め技のある総合格闘技です。今回は私佐藤ルミナの技術講座として基本的なテクニック応用編を含めてご紹介していきたいと思います。それでは構えから説明します。オーソドックスな構えはこういった感じです。僕のオリジナルの構えはオーソドックスなスタイルよりもさらに足幅を広げて重心を落とし、ガードも少し下げ前のめりになります。なぜこういったスタンスを取るかといいますと、オーソドックスな構えだと相手のタックルが来た時に反応が遅くなってなかなかタックルが消えません。僕の構えですと相手のタックルが来たら少しステップバックするだけで相手のタックルがすぐに切れます。そしてなぜガードを下げているかといいますと、相手の打撃を誘ってタックルに入りやすくするためです。以上の理由から、僕はこういうスタンスで、構えを取ります。それでは、基本的なパンチの打ち方を、説明します。僕が使うのは、だいたい、左ジャブ、ワンツー、左フック、右スイングフック、これらのパンチの種類です。それではジャブから説明します。ジャブはまっすぐ相手の正面に立ってまっすぐ打つのではなく、時計回りに回りながらステップインしながら相手の顎を打ち抜きます。それでは早くやってみましょう。次にワンツー、ジャブの引きの力を利用して、このひねりを利用して右のパンチにつなげます。それでは早くやってみましょう。次に左フック、もう一度相手の左側に沈み込むような感じで、溜めます。力を溜めてそれを 左手に伝える。その時に、ポイントとしては前足が少し内側に向くような、つま先が内側に向くような感じでやります。それでは早くやってみましょう。次はスイングフックの説明します。この打撃は相手にダメージを与えるためのものではなくて、相手を捕まえるための打撃です。一度相手の左側に倒れるように頭からかがみます。そして後から時間差で腕が相手の首に巻きつくように出します。それでは早くやってみましょう。以上が、基本的なパンチの打ち方です。
それでは基本的なキックの打ち方、これをやってみたいと思います。まずシューティングの蹴りは他のキックボクシングや空手と違うところは掴まれないことをまず重点に置かなければいけないので、あまりキックみたいに腰を入れないことです。腰かかとを返して腰を入れる蹴りをしないということです。まずローキック、右ローキックからやってみたいと思います。重心はやや後ろにかけて、すぐに相手のタックルが来た時にすぐにタックル切れるように、次に右ミドル、これもタックルが来た時にすぐに切れます。次に右ハイキックです。これも腰を入れずにすぐに足が戻せるようにします。このハイキックを打つ時のコツとしては、いきなりハイキックを狙ったのでは絶対にガードされてしまいますので、まずローキックを何発か打っておきます。そしてそのローキックと同じ軌跡で途中まで足を出して急に上に上げる。こうするとハイキックが決まりやすい。次にかかと落としをやります。かかと落としは外から回すのではなく内側から回した方が相手に分かりにくいので内側から回します。かかと落としは、KO とかに使う技ではなくつなぎ技として、よく使います。まずかかと落とし読まれてスウェーバックされます。そして次に踏み込んでローキック、まあ一つの例として、こういうバリエーションがあります。打撃は、こんな感じです。それではタックルの入り方の説明します。まずジャブから胴タックル、まずジャブで相手の意識を上にそらします。で相手がのけぞったところに素早くすり足で胴タックル、次にバックハンドブローからの、両足タックルです。これも一瞬相手にバックハンドブローで、意識を集中させます。そこに、もう倒れ込むように両足タックル、次にスイング右スイングフックからの、タックル、これは相手に見えないようなところからパンチを出して、相手の首筋をつかんで、そして一歩前に出て足を取ります。次に、ローキックからのタックル、一度ローを蹴ってその足を踏み込んで、その足の力を利用して踏み込みます。
次にミドルキックからのタックル、これもローキックと同じです。次にハイキックからのタックル、これもローキックと同じ原理です。次にハイキックを避けられた時のタックル、ハイキックを避けられたらその足を今度はそのまま相手の足の間に、覆うように入れます。そしてそこから両足タックル、次に、かかと落としからのタックルです。かかと落としを避けられて、これも今のハイキックと同じようにそのまま振り上げた足を相手の両足の間に、追いつけていきます。以上が、基本的な、打撃からのタックルの入り方です。本物がやりたかったっていうか、本物はシューティングだけだと思うんで、そうですね、技術的に一番優れてると自分は思ってるんで。では、打撃に対する、対処の仕方を説明します。まず相手の、左ジャブに対する、タックル、胴タックル、これは相手のジャブに合わせて一度スウェーバックします。そして相手の引きに合わせて引くと同時に吸い込まれるようについてきます。そして胴タックル、これは右ストレートでも同じです。次に相手の、左ミドルに対する対処の仕方、左ミドルを、まず右手で受けて、左手で支えます。下からで自分の体の前で入れ替えて相手の腰を持って、軸足を足く自分のつま先で引っ掛けます。で逃げるところをなくして倒す。今度は相手の右ミドルに対するキャッチ、相手のミドルを、背中で受け流します。背中で威力を殺しつつ左手で外から引っ掛けます。引っ掛けてキャッチ、そして相手の、胸や肩を押しながら軸足を払う。次に、左ミドルに対する、両足タックルの入り方、これ相手の引きに、相手の足の引きに合わせて入ります。今度は、左ミドル、これも同じで引きに合わせて入ります。以上が、基本的な、
打撃への対処の仕方です。次は、組み技の選手に対する、タックル対策、これを説明します。まずとりあえず、組み技系の選手は掴んでくるので、最初のファーストコンタクトで、掴みに来るので、それを防ぐためにまず打撃は脇を締めて、コンパクトなストレート系、これで突き放すように打ちます。で絶対やってはいけないのは左フック、右フックなどのフック系、これをやると、くぐられて入られてしまいます。それとジャブなどを打った時にその引きに合わせて相手が入ってくるので、それを防ぐためにジャブを打った後もそのまま手を残しておく、引かずに手を残しておくという策もあります。そして、組みついてきたところに一緒に下がっていって間合いを保ちながら右ストレート、次は片足タックルに来られた時の膝蹴りの出し方です。普通のキックボクシングなどの蹴りのように腰を入れて膝蹴りをしますと、もう一方の手で掴まれて倒される危険性があるので、シューティングの場合はしっかりまず相手の頭を下げて突き刺すように足だけで、ももの力だけで蹴ります。そしてもし掴まれた場合、この時も元あった場所に蹴り上げるように戻します。こうすることによって簡単に相手の手を切ることができます。以上が、組み技系の選手に対する、タックル対策です。はい、では、実戦で、四つになった時の、崩し方のバリエーションをやってみたいと思います。まず一つ目は、腕を振って相手の肩を決めたまま腕を振って相手が起き上がってくるのを利用して左足を一歩踏み込み、相手の足を刈ります。でそのまま、相手の軸足を左足で刈って倒します。もう一度やってみます。では次は、今の反対で、腕を振った時に相手が今度近づいてタックル来た時の場合、そしたらまずかぶります。しっかり肩を相手の腕を殺して相手の右手で相手の肘を持ちます。下に一度落とすと嫌がって相手は上に行こうとします。その反動を利用して手前の足を借りつつ押し込んでいきます。もう一度やってみます。次は、四つからのカニバサミ、しっかりまず振ります。振って相手が起き上がろうとしたところに合わせて足をかけます。そしてこのままヒールホールドなりアキレス腱なりと移行します。次は、四つからの反り投げです。まず四つになって嫌がらせのためにまず膝蹴りを出します。相手は腰を引くので引いた瞬間を狙って一歩踏み込んで、投げるのではなく、自分の体重を真下に
落とすような感じで浴びせ倒します。もう一度以上が基本的な四つからの崩しです。では僕の得意なグランドでのサブミッションをいくつか紹介します。まず崩れ今朝固めからの三角締め。まずこの崩れ今朝の体勢から相手の右腕をまたぎます。またいで肩のところをロックします。ここでひとまずベースをしっかり作って返されないようにします。次に、自分の左足を大きくまたぎます。でそれと同時に相手の右腕を引き上げて深く入りやすいようにします。でここでロックします。そして一度体勢を立て直して自分のお尻を見るような感じで足を締めます。次に、ここからのこの状態からの、腕十字固め、さっきの三角締めと同じ要領で肩をロックします。そしたらここで膝立ちになります。そして、自分の右手を相手の左手にしっかりロックさせて立ち上げます。次に、自分の左足を思いっきりまたいで回転します。この時しっかり肘は引いたまま、そして完全に十字の体勢に入ったら足を組み直して背筋で反るように腕を伸ばします。次にマウントポジションからのスリーパーホールド。まずマウントポジションを取ったらしっかり相手の胴体に膝を密着させて徐々に上に登っていきます。で相手の肘を上げさせる形でどんどん登ります。で次にどちらの肘でもいいんですけども立ち上げて、そして相手の頭の後ろから相手の手首を取ります。しっかり引き上げます。この時はマウントをキープした状態です。この状態で相手の腕を斜め45度後ろに引きながら自分も倒れます。そしたらちょうど相手の真後ろにバックを取る形になります。そこからは普通のスイーパーホールドで決めます。次に、相手の上半身のガードが硬い場合、この時に今度は足首を取り入れます。その時に、まず相手の両腕をしっかり押さえて高支点に体を浮かせて少しだけ浮かせて足をあん馬の要領で入れ替えます。でこの裏マウント逆マウントの状態になります。そしたら近くにある方の足を取って、相手のお尻の方に向かって折り曲げます。もう一度早くやってみます。まあ、基本的に、小欲大を制すっていうのを実践したいんで、そういう願望というかちっちゃいものが大きいものを倒すっていうの憧れがあるから。
次に、ボトムポジションからの攻撃をやります。まず腕ひしぎ十字固め、まず相手の手首を両手首を持って腰を逃がします。外に逃がして足を頭にかけてロックします。そして相手の親指を天井の方に向けて背筋で襲います。次はこの腕ひしぎ十字固めを察知されて抜かれた場合、抜かれました、抜かれたら相手の左手の手首と肘をしっかりロックします。そして相手のかけてた相手の頭にかけてたこのクラッチもさらに強くします。そして相手の腰を空いてる足で蹴って相手の正面に向きます。そして足をクラッチします。これで三角締めです。そしてこの三角締めを相手が立ってきた場合、立ってきた場合今度は逆の十字固め、次に今度は相手が三角締めを察知して耐えてきた場合、そしたら自分の左手で自分の左足首を持ってロックします。でその上からさらに三角締めの要領で締めます。別のやり方としては空いてる方の三角締め入ってない方の手に自分から潜り込んで肩固めをします。あとはこっちの三角締め入ってる方の手に潜り込んで肩固め、以上が基本的なボトムポジションからの関節技です。はい、では次はスタンドからのサブミッションをいくつか紹介します。はじめに相手のミドルキックをキャッチしてからの足首固め、しっかりまずミドルをキャッチします。そして手を入れ替えてまずここで足首固めの状態を作ってしまいます。相手に背を向けるような形、そして相手の軸足を払いながら浴びせ倒します。そこ倒れた時にポイントとしては相手の軸足が逃げないように両足でしっかり挟み込みます。そして足首を相手のお尻の方に向かって決めていきます。もう一回やります。次に、ヒールホールドに行きます。まず1本刺します。しっかり振って相手のファイルのを利用して飛びついて噛みません。そして倒れたところを打ちヒールホールドに行きます。この時のポイントは相手のつま先を自分の脇でしっかり下げて相手のかかとが上を向くようにします。上を向いたところを自分の手の一番細いところでさらに上に向かせます。そして膝をしっかり締めてひねる。もう一度やります。次に、スタンドからの飛びつき十字固め、まずしっかり 外から相手の肘をかけます。そして相手のもう一本の手は相手の首の後頭部をしっかりかけます。そして一度相手を下に振って相手のこのまた起きる反動を利用して、相手の脇の下に自分のすねを右すねを当てるようにしてここを軸にして回転します。
してこのグラウンドの体勢になったら首の後ろにあった手を抜いて両手でクラッチしてしっかり背筋で反ります。もう一度やります。次に、飛びつき三角締めをやります。これは、先ほどやった、カニバサミと同じ要領で相手を前に振って相手が嫌がって起こすそのタイミングを利用して、自分の右足の膝裏、これは相手の後頭部から首にかけてしっかり巻きつけます。この状態でまずしっかり膝のクラッチを確認します。次にこの相手の胴に回ってる手をへそ、自分のへそを出すような感じにして体の前から相手の首に巻きつけます。そして両手で相手の頭を自分の方に引きつけます。それではもう一度やってみます。以上が、スタンディングからの関節技の、バリエーションです。次は、バックを取ってからの崩しを、3種類ほどやってみます。まずはじめは自分の左手を相手の左腰に上向き、手のひらを返すような感じで置きます。右手を今度は深く回してきて上からこう握手をするような感じでクラッチします。そして相手の重心をへその上に乗せてここで、まあ、一度ひねって下に叩きつけます。もう一度やってみます。次は、バックを取って相手の両足をロック、自分の両足で添えてロックしてそこに自分の体重をかけて後ろに引き倒します。倒す側の相手の両足のサイドに自分の足を置きます。次に、相手の両膝を膝裏を自分の両足で蹴って、一気にスリーパーの体勢に持っていきます。この時は一度後ろに投げるふりをして相手に前に体重かけさせます。その時に飛びつくように膝を蹴ります。そしてスリッパに行こうしょう。もう一度やってみます。以上が、バックを取ってからの、崩しです。次に、このような状態で、立っている相手を、下から崩す方法です。まずどちらの手でもいいんですけども両手でしっかり、手首を握ります。そして胴体を右足で軽く支えておきます。そして相手が例えばこちらに来た場合、そういう場合はもう握ってる右手を離し相手の足首を持ちます。そして左足で相手の膝の裏から足首
首の辺をかけて刈るような感じで手前に引いて、手前に引いて、こっちの支え胴体を支えている足を押します。もう一度やります。それと同時に倒したと同時に、自分がその反動で起き上がります。今度は相手が逆に足を踏み入れてきた場合、そしたら今度は左手を相手の足首に持ち替えます。そして自分の左足を今度は相手の左足にかけます。でさっきと同じ要領で自分の胴体を押している足を押しながら、手と足を引きます。ではこの体勢から相手のバックに回る方法をやります。まず自分の左手で相手の左を取って左手の手首を取ります。そして自分の右手で相手の左足のかかとを持ちます。自分の右足を外側から内側にこのように絡みつけます。そして自分の右足をまっすぐ伸ばすような感じにします。そうすると相手は苦しくなって後ろを向いてきます。その時に相手の左足の膝裏を自分の左足のかかとで蹴ってあげます。そうしたらこのようにスリーパーの体勢に入ります。もう一度やります。以上が下から立ってる相手を倒す方法です。もう藤原紀香しかいないですね。もう、はい、素敵ですね。ぜひお食事でも。では次は、ボトンポジションからの返しをいくつかやってみます。ボトンポジションで相手が膝を立ててきた場合、この場合は立ててきた方のクラッチを少し外します。外して膝とすねを内側に入れます。相手の胴体の内側に入れます。入れてこう支点にしてエビをして少し相手から離れます。そして自分の左足で相手の膝を借りながら、今度はこのすねで向こうに押すような感じで借ります。その時相手の手首を両手で持ちます。持って引きつけます。もう一度やります。では次の返し技です。ボトムポジションから相手が片膝を立ててきました。そしたらクラッチ、膝のクラッチを外して腰を切ります。腰を切って相手の立ててきた膝の方に潜り込みます。これを担ぐようにしっかりロックします。そして手首を引きながら自分のふくらはぎで腹を刈るような感じで返します。もう一度全部です。
では次の返し技をやってみます。まずボトムポジションで相手が切ろうとしてこう手を突っ張ってきた時、この時に相手の重心は結構後ろに行ってるので、これを利用して自分のクラッチして足をほどいて起き上がります。そして相手の背中を触るように手を回し、そのまま相手の後ろに体重を浴びせかけます。もう一度やってみます。次にマウントからの返し方を3つほどやります。まず片方の足首をロックします。自分のかかとで動かないようにロックします。それと同じ方のロックした方の手を対角線の手で取ります。そして空いている方の手で肘を固定します。そして肩口を支点にブリッジをします。もう一度やります。次にかなり上の方に乗られてしまった場合、このような肘がもう浮いてしまったような状態の場合の、マウントの逃げ方をやります。一度思いっきり前に体重をかけ出します。そして今度また体勢を立て直すために上がってきます。この時に相手の胸を思いっきり押してやります。押してやると同時に自分の両足を思いっきり引きつけて、相手の腕をロックします。そしてこの足を思いっきり蹴ってやります。もう一度やってみます。次はマウントポジションからヒールホールドへ返します。相手の胴体に両手で脇を締めながら押します。斜め上に、どっちでもいいんですけども、斜め上に思いっきり跳ね上げます。跳ね上げた時に相手の股の間にできる空間に膝を入れて、もう一方の足で外から足を絡めます。そして内ヒールと同じ要領で相手の足首のつま先を下にやって、かかとを上に向かせます。以上が基本的なマウントポジションの返し方です。次にハイキックをキャッチされた状態からの三角締めです。まずキャッチされたら相手の頭を持って引きつけます。そうして今度は軸足で踏み切ります。踏み切ったと同時に抱えられている足を深く入れて、相手の頭の裏に足を絡みつけます。
片足タックルに来られた時の三角締めの返し方です。こう抱え上げられたらまず脇を刺して脇に一本刺します。そして膝が相手の胸の前にあるのでこの膝を相手の体の横に出します。これと同時に、左足を相手の後頭部に巻きつけます。次に、横四方固めで抑えられた時の、三角締めの返し方です。まずこう相手が横四方で股の間に手を入れてきた場合、まず自分の手で相手の頭を自分の足の方に近づけてやる。で一番近づいたところで足をかける。そしてここでまずロックします。ロックしてこのまま締めて決まる場合もありますけど、なかなか決まらない場合は相手の左手を相手の胴に巻きつけます。そしてシューティングでしたらここで顔を殴ります。そしてしっかり締めながら今度は体重を上に浴びせて転がします。でこの状態になったらしっかりまずベースを作って自分のお尻を見るような感じで足を締めます。次にマウントポジションからの三角締めの入り方です。まず片方の肘を膝で押さえつけます。そして片方の肘を膝で上に上げていきます。この状態になったらまず右手で相手の左手を持ちます。で相手の頭を抱え上げて一気に、相手の頭の後ろに足をかけます。そして転がります。この時に、相手の越されないように相手の腰を自分の足でしっかり押さえて、そうしてしっかり下になったらロックします。次は、足関節のバリエーションをやってみます。まずここで内ヒールいきます。そしてこの時に相手が嫌がって伸ばしてきます。伸ばしてきたらそれに逆らわずに腰の位置を入れ替えて相手の足にしがみつくように膝十字固めに移行します。この時に相手のかかとが上向くように自分のほっぺたで相手のつま先を下にやります。下に押し付けます。で自分の右腕でかかとを上にひねり上げます。そしてこの時に今度は嫌がって相手が足を曲げます。そしたらこれにも逆らわずに足首固めに移行します。今度は、ヒールホールド
内ヒールホールドをかけた時に相手が逃げます。逃げてきたらそのまま追いついていかないで、このクラッチの間で相手を回転させます。そして膝十字、裏の膝十字、さらに相手が回転して逃げます。そしたらまた追いついてって、今度は外ヒール、これも脇の下で相手のつま先を下に下げてかかとを上げさせます。これも背筋でひねり合う。そしてさらにこれが効かない場合、また足首固め、以上が、足関節技の基本的なバリエーションです。いかがでしたでしょうか。今日は僕のオリジナルの技を中心に、シューティングの基本的な技をいくつか、紹介してきましたが、シューティングには、これがシューティングの技だっていうそういう限定されたものはありません。ですから皆さん楽しみながら自分のオリジナルの技を作っていくのも、いいと思います。なお、10月12日、後楽園ホール、それから11月29日東京ベイ NK ホールで、僕の試合があります。